要するに。はい、というわけで皆さんこんばんは。こんばんは。どうもこんばんは。石橋さんお願いします。はい、復刊劇の無垢じゃないや。間違いです。紅葉ナイト、11月、はい、26日号、よろしくお願いします。お願いします。はい、出演は、中野区議会議員の吉田浩一郎さん、そして、こんばんは。はい、文化人放送局のマドンナ、榊由衣さんです。ありがとうございます。はい、なんか怒ってもらわないとな。いつかね。僕はシュークリームでいいです。あ、本当ですか。じゃあシュークリーム今度、買ってきます。はい、じゃあ真面目にいきましょう。はい、はい、では行かせていただきます。まず今週のアンケートからいきたいと思うんですが、続きですね。7番榊さんお願いできますでしょうか。はい、ですね、岸田首相と習近平の国辱的日中会談、そこで習近平が林外相の訪中を要請、林外相は外交慣例を破って妻も連れずに訪中予定、目的はというアンケートです。はい、はい、答え、数字が小さいものから参ります。習近平に会う 5%、中国で生まれた孫に会う 7%、中国の子供に会うため 8%、中国人の妻に会う 80% という結果になりました。すべて家族関係です。こういう先生いかがでしょうか。あ、そう、すみません、はい、これ、すみません、すみません。林外相の夫人帯同という話、噂話というふうなことですので、お願いいたします。はい、で、噂話ですね。そうなんです、噂話。で、西田さん、すみません、これについて、ムチャブリ P からこの動画もぜひ皆さんに見てもらってくださいということで、はいはい、ちょっと動画を一つ出してもらいたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。これすごい、もう一回見てもらいたいんですけど、見ました。林外相がめちゃくちゃ親密な感じで、うん、ちょっと手振りをしてるんで、もう一回スタッフさん流してもらえますか。いや、敬礼してた、はい、ありがとうございます。これがですね、めちゃくちゃ親密ですねみたいな感じでネットで流れてまして、これも合わせてぜひお願いいたします。はい、今誰とやってたか分かる？あ、相手見てなかった。大木とやってたんだよ。大木だったんだ。ああ、大木が手を挙げたら林が敬礼したんだよ。だって大木は日本もう一番優秀な日本対日工作員でしょ、うん、当然。で、それがまた外務大臣やってるわけで、外務大臣というか、まあ、正確に言えば大臣ではないんだけどね、外交部の長官やってるわけですよね。で、それに対しての林の態度っていうのは、もう完全に、あれでしょ、なんか友達と会ってるって、そんな感じだもんね。っていうか、中国共産党員みたい。あ、そうだよね、林が、ね。こういうピッていう挨拶が、うん。それでね、岸田もね、それを見てなんか笑ってんだよね。見受けてました。うん、今の画像で分かるよ。ちゃんとそこまで見てなかった、うん、いや、だそうじゃなかったら林をさ、外務大臣に置くわけないもんね。確かに、うん、いや、今日、まあ、これひょっとしたら、ね、河野太郎より悪いかもしれないよ。いや、みんな今みんなね、岸田がダメになって河野になったらもっと悪くなるっていう人が多いんだけど、うん、そういう人結構多いよね。だから多いですよ。いや、下手したら河野より悪いんじゃないの、林芳正と今の岸田総理のね、夫人というのはね。でも河野太郎もと限りなく党員っぽいんですよ。いや、もちろん、もちろん。天安門バッジをつけてたの。あれは違うんだよ、全然。あれ何なんですか？あれは外交の関連上にの、うん、そのバッジの交換で、それで会った時に、お互いに交換して、その時の、シンボルマークなの、その時の会議の。天安門バッジというか、あれはそうなんだよ、あの時の。うん、そういうね、ネットで出回るね、要するに写真なんかでもね、きちっとちゃんとソースを確認して何かっていうのを突き詰めないと、逆に寝首かかれることになるから、気をつけない、報道するときとかね、うんうん、はい、わかりました、うん、まあ、決してそれは別に河野を褒めてるわけじゃなくて別にね、かばってるわけじゃ全然ないです。今の林の態度を見ると、うん、
どう考えてもまだ河野の方がマシかなとかね思っちゃったよね。どれもひどいからな。なんで大木とあんなあのこれ、ね、何あれ本当に。なんか 同級生が出会ったみたいな感じじゃん。北京大学で、ね、同級だったの。本当ありえないでしょ今の。あの気やすさと、あとなんか仲間意識みたいな、共有してる感じ。それであの岸田はそれ見て笑ってたからね。うん。うん、問題です。問題です。大問題です。はい、大問題です。もうやばいよ。で台湾がね今やばいですから、地方選挙はね、もうそろそろ開票は結果が出ると思うんだけど、台北市長は多分あの蒋介石の孫になるでしょう。あの要するに国民党ね、うん、それから他の地域でも結構危ない。先生これは府〇〇選挙？ん？府〇〇選挙ですか？何府、ああ不正の要素ももちろんあるよ。あやっぱりそうなんだ。それは当たり前だから、台湾の選挙の時。あそうそうなん、うん、あの要するに中国共産党の工作が必ず入りますから、秘密資金がもう流れてる。なるほど。それはもう宮崎正弘さんが今朝のメルマガではっきり書いてるけど、秘密の買収資金が中国共産党からもう入り込んでる。買収するためのお金ね。で、もともと台湾の選挙って投票率高いんだけど、あのその裏があの買収と、脅しだとかそういうのはすごいんだよね。で今回はだから2年後の総統選を左右する重要な選挙なんだけど、うん、実は高雄市の警察が市長選挙直前に選挙の軍資金とみられるマネーロンダリングの犯行集団を摘発したの。犯罪集団。でそれがあの過去6ヶ月の間にチャイナから35億台湾ドル、これアメリカドルに直して3億618万ドルを受け取った李と名乗る男を拘束してる、でそれが要するにあの選挙の資金として、ね、にあのチャイナから流れたお金と言われている、でそういうこともあるけども、あのそれに加えてその経済が思うようにいってない、それは当たり前なんだ、世界中どこでも当たり前だけどね、コロナで。それで蔡英文政権がだからちょっとあの支持率下がってたわけですよ今年になってね。そういう部分がある。それとあとは当然その今言ったその工作資金が流れたっていうだけではなくて、あのハイブリッド戦で中国共産党が台湾を攻撃してますから、例えば台湾のネット空間だとか、そういうところで、フェイクニュースがいっぱい流れたり、それとあの民進党に不利になるような情報とかね、そういうものがいっぱいこうネットに出るわけですよね。でそういう中でやってるわけで、まあだから安倍さんが亡くなったってのは本当に大きいね。だから吉田さんにちょっと長く説明してもらいたいんですけど、今の件とその林の件ね、これどんなふうに評価してますか？あの先ほどの、まあ、林さんの動画ですけど、はい、まあ明確にあまりに不適切ですよね。うんうん、これが、その、アメリカとの、その、会談、うん、あの、会合であれば、これも同盟国ですから。まだわかるよね。あの、わかるわけですよ。あの、特に二国間で深刻な対立とか、そういうものもない状態で、うん、これからも一緒に頑張ろうねっていう、その、まあ、サインのね、出し合いだったらまだわかるんです。うん、でところが、これ相手は日本の領土要求をしたり、あるいはさまざまな主権侵害行為を繰り返し、歴史戦をあの仕掛け、そしてまあいろんなその捏造といろんな謀略のもとで、まあ対日侵略、
も、うん、やる相手にですね、うん、僕が一番この人たちと仲いいんだよっていうアピールしてるわけですよ。うん、まあ、その素人的に言えば気持ち悪いですよね。うん、あので、玄人的に言えば不適切ですよ。うん、こんな、要するに、僕はあなたたちの味方よだよみたいなことを言う人を外務大臣のポストに置いているということ時点で、うん、まあ、岸田さんには任命責任があるというか、うん、総理大臣の資格がないというか、笑ってみてる話じゃないんですよ。いや、本当そうだよね。ええ、まあ、とにかく、まあ、まあ、時間もね、はい、あの尺も短いでしょうから、これぐらいにしますけど、そして台湾の話について言えば、はい、うん、やっぱりその安倍総理の時だったらまだ違ったかもしれないんですけど、そうです、それが大きいの。そもそも戦後の日本は、その自分のその同盟国とかですね、あるいはその親近、まあですね、協力できる相手に対して、いろんなことを便宜を図れないアホな国家なんですね。うん、あの、まあ、台湾ぐらいの、あの、国であれば、まあ、中国から例えば、そのいろんな経済制裁を受けたり嫌がらせをされていても、日本、アメリカがよくやるように、こう、日本が優遇してあげれば、台湾ぐらいの GDP だったらですね、多少、その、まあ、なんか、上向き、上振れっていうか、その、させるぐらいの日本には経済力があるので、うん、まあ、例えば、あの、中国が台湾のものを輸入禁止したら、日本の民間の人たちが頑張って、パイナップル買ってあげたり、メロン買ってあげたりとか言って、助けたりしてるようなことを、国家レベルできちんとやれば、その、まあ、あの、蔡英文政権で景気が多少厳しいとか言ってもね、うん、日本と一緒に手を取り合って、経済協力して頑張っていけば、中国なんかと喧嘩したって大丈夫だっていうその安心感というかね、こういうものが実力として経済力として与えられるのに政治力として与えられないので、こういう台北の選挙みたいなところで負けてしまうわけですよ。はい、そうですね。台湾も大変だけど、日本がアホだからっていうことがあります。うん、いや、吉田さんの言う通り、ね、本当にね、一番必要な時に必要なことを やってないよね。本当だね。やれなかった。だからそれはやっぱり安倍総理不在というそういう現実が、あの、見事に露呈させたと思いますよ。今吉田さん言ったことは本当に大事なことで、台湾をその経済支援というかね、繁栄させるために共存共栄できるためのそういった施策っていうのを、じゃあ官僚は考えてるのか、外務省は通産省はね、経産省は やったのかどうなのかということですよね。それと政治家はそれを引っ張ったかどうか、そういうところって、まあ、TSMC のね、熊本工場とかそういうのは、それは確かにありますよ。それと民間レベルで非常に台湾と接近してきてるのが多くなってるっていう、まあ、それも ありますけど。もう、そういうね、使用抹殺じゃなくて、日本版台湾関係法とかちゃんと、うん、そうそう、そういうこと。アホな官僚じゃなくて、ちゃんとした国会議員が主導してやんなきゃいけないんですよ。うん。だからそれをね、政治の決断だよね。それが、はい、それができなかったっていうことですね。はい、もしね、あの、日本で台湾関係法ができていたら、おそらく選挙の情勢も変わったでしょうね、台湾のね。ということで、残念ながら時間が来てしまいました。スタッフさん、どうでしょうか。はい、これで最後、一言締めていただければと思います。はい、はい、今日はですね、なかなか、厳しい状況に置かれている日本や台湾の姿っていうものをね、少しでも視聴者の方に感じていただけたのかなと思います。で、それはそれとしてですね、ワールドカップは楽しみましょう。明日応援してください、コスタリカ戦を。はい。ということで、今日はこれでお別れになります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。おやすみなさい。